楽天阿部俊樹、登録抹消。中日に返していい？マスターやなくて酒屋のクソジジイだった。返して。涌井は割と戦力になっとるしな。中日の見切り力、立浪死んじゃう気浮きで草。なんで取ったの？阿部が打てていないことで人生の優越感が得られるって言ってたが、意地は今絶頂してるのかな。なんでもかんでもよその選手ばっかり集めるからだよね。たまには育成しようよ。こう見ると阿部で涌井取るの有能では？ドラゴンズの見切り力はさすがやな。どうやって名古屋でホームラン打ってたん？打球全く上がらないが、涌井も0勝2敗やぞ。そもそもこいつ夏から打ち出すやつだろ。涌井で阿部取れるとかラッキーやん。阿部で涌井取れるとかラッキーやん。なんでここまで打てなくなったん？いくらリーグ変わったとはいえいきなりは衰えんやろ。楽天に止まっただけ。阿部がだんまりでくさ。よく成績見たらめっちゃ各面打者だしな。まあこうなる気はした。両殿は野球楽しんでるのに。大野が抜けた今、涌井がいなかったらと思うとゾッとする。浅村の方がギリ上なのか。もともとムラがあるタイプだし、怪我もあるし、高齢だし、シーズン通して計算しづらい。パリーグの投手レベル高いからしゃあない。中日に帰還しろ。